大石達也は、福岡県太宰府市出身の元プロ野球選手。宇藤左打小学2年時にソフトボールを始めた当初から投手で、中学生時代に、ボーイズリーグのホークス、大野城ボーイズで、本格的に野球を始めた。外野手を兼ねていた、中学3年時には、吉川光雄などとともに、ボーイズリーグの九州選抜に選ばれた。中学校での一学年先輩に、 野上龍馬がいる。福岡大大堀高の OB である、大野城ボーイズ監督からの勧めで、中学校からの卒業後に、福岡大大堀高校へ進学すると、一年次の春から左翼手のレギュラーとして活躍。AS の座をつかんだ二年次の秋に、福岡県南部大会の準々決勝で、7回参考記録ながら、ノーヒットのオーランを達成した。 3年夏の選手権福岡大会初戦で押し出し支給を与えてサヨナラ負けを喫するなど在学中は甲子園球場の全国大会と無縁であったがストレートで最速時速 145km をマーク九州屈指の右投手として注目されたが監督の後輩に大竹敦史料がいる縁で当時大竹が野球部の監督を務めていた早稲田大学へ進学した 早稲田大学への入学当初は、投手として、東京六大学野球で先発することを希望していた。しかし、日本一の遊撃手になれると大竹に評価されていたため、入学前の練習では、実践経験のほとんどない遊撃を守っていた。結局、その練習中に、右指の裂傷や、剥離骨折に見舞われたため、入学後は、希望通り投手で登録。リーグ戦では、 一年次の春季から主に休園で登板すると一年次の秋季から三年次の春季まで4シーズンにわたって38回に3イニング連続無失点を記録した。三年次の秋季リーグ戦ではリーグの規定投球回に初めて到達した末にベストナインに選ばれた。その一方で先発でも通算で3試合に登板。一年次の秋季に 5回1被安打無失点という内容で先発デビューを白星で飾ったものの3年時の春季には前述した連続無失点記録を背景に2回目の先発へ臨んだものの5回8被安打4失点という内容で記録がストップ3年時の秋季に4回9被安打6失点という内容で先発登板を終えると 同級生の斉藤祐希や福井祐也が先発陣の主力に成長していたことを背景にクローザーへ専念することを決意した。在学中の投手陣には斉藤や福井に加えて2学年先輩の須田光太や1学年先輩の松下健太がいた。東京六大学野球のリリーグ戦では通算60試合の登板で10勝4敗、防御率1.63。 217脱三振をマーク。大学日本代表の一員として参加した3年時の U-26NPB 選抜対大学日本代表では1イニングだけの当番ながら広島東洋カープから NPB 選抜に参加していた天谷総一郎などから2つの三振を奪った。さらに4年時の夏にも大学日本代表として 世界大学野球選手権大会に出場。アメリカ代表との準決勝で中軸打者から3者連続三振を奪ったことで、速球なら MLB でも通用すると自負するに至った。2010年の NPB ドラフト会議では、斉藤、福井、沢村拓一などとともに一巡目の指名候補に挙げられていた。実際には、広島東洋カープ、横浜ベースターズ、 東北楽天ゴールデンイーグルス、オリックスバファローズ、阪神タイガース、埼玉西武ライオンズが一巡目で指名したことから抽選を経て西武が交渉権を獲得。後に契約金1億円に出来高分の5000万円、年俸1500万円という最高の条件で西武に入団した。背番号は15で当時は野上や松下も 投主として在籍していた。2011年には投主出身の渡辺久信監督の意向で春季キャンプから先発要員として調整。しかし大学時代に最速で時速1 5 5トルを計測したストレートがオープン戦では時速1 4 0トル台前半にとどまった。前年にクローザーを務めたブライアンシコースキーが オープン戦期間中の3月11日に発災した東日本大震災の影響で一時的に帰国したことから救援要員として公式戦を一軍でスタート。しかし4月15日の練習中に右肩の痛みを訴えたため登板機会のないまま登録を抹消された。7月21日にはフレッシュオールスターゲームでもイースタンリーグ選抜の 投手として試合を締めくくったものの、抹消後は1軍への復帰に至らず、右肩の痛みは、翌2012年以降もついて回った。2軍では15試合に投板し6勝4敗、防御率は2.25だった。2012年には、公式戦の開幕を2軍で迎えたものの、5月5日の対千葉ロッテマリーンズ戦で1軍公式戦へデビュー。 7月8日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で初勝利を挙げるなど一軍公式戦24試合の登板で1勝1敗1ホールド防御率2.75を記録した2013年には前年にクローザーを務めた久井秀明の先発復帰を背景に一軍公式戦の開幕当初にクローザーへ起用4月4日の対福岡ソフトバンクホークス戦で1 軍公式戦初セーブを挙げたものの、以降の当番試合では、投球内容が安定せず、広島から移籍したデニス・サファテに、クローザーの座を奪われた。さらに、8月22日の対ロッテ戦3回裏の、途中から小石博隆の後を受けて当番したところ、井口忠人と鈴木大地に満塁本塁打を打たれた。一人の投手が1イニングに2本の満塁本塁打を、 許した事例は、日本プロ野球の一軍公式戦史上4人目だが、小石が満塁のピンチを迎えた局面から登板したため、大石には、失点、自責点ともこが記録された。一軍公式戦全体では37試合の登板で、8セーブと2ホールドを挙げたが、0勝5敗、防御率6.38と不振。サファテがクローザーを務めてからは敗戦処理での起用が、 中心でシーズン終盤にクローザーへ復帰してからも調子が上がらなかったため、渡辺は枠井をクローザーへ再び回さざるを得なかった。2014年には右肩痛が再発。その影響で一軍公式戦での登板機会はなく、イースタンリーグ公式戦でも6試合の登板で0、勝1敗、防御率4.90という成績にとどまった。夏場には、 首脳陣から野手への転向を打診されたが、今後も投手に専念したいとして、打診を誇示したため、シーズン終了後には、投手として契約を公開している。2015年には、一軍公式戦3試合に登板。通算の投球イニングは3回1、3ながら、自責点0でシーズンを終えた。2016年には、一軍公式戦31試合に登板。 通算の投球イニングは31回に3で失点、自責点ともろく防御率を1.71にとどめた。8月31日の対福岡ソフトバンクホークス戦では1点ビハインドの9回表に当番。1イニング3冒頭などで1点を失ったが、その裏にチームが逆転さよなら勝利を収めたため、1軍公式戦では4年ぶりの勝利が記録された。 2017年には、一軍公式戦20試合に登板。通算の投球イニングは19回1、3ながら、防御率0.93、2勝4ホールドという、好成績を残した。2018年には、春季キャンプ前の1月5日に、沖縄県出身の女性と結婚した。一軍公式戦では10試合に登板。1勝と2ホールドを記録したが、 防御率は7.002まで達した。2019年には一軍公式戦2試合に登板しただけで、レギュラーシーズン終了後の10月3日に、球団から戦力外通告を受けたことを機に、現役を引退することを明言した。10月29日付で NPB から任意引退選手として講じ、西部の球団本部統括部ファーム、育成グループスタッフに就任。 2020年には研修を目的に業務提携先の MLB ニューヨークメッツへ派遣された上で参加球団のセントルーシーメッツで投手コーチを務めた。当初はシーズンを通じてメッツに帯同することを予定していたが新型コロナウイルスへの感染が世界規模で拡大している影響で3月17日に日本へ帰国。帰国を機に西部球団のファーム、 育成グループへ復帰すると、3軍、育成選手の指導やデータ分析を担当した。2020年11月11日、2軍投手コーチ就任が発表された。オーバースローから、平均球速約時速 141km、プロ入り後の最速時速 149km の、ストレートと縦のスライダー、フォークボール、フォークボールの握りから投げるチェンジアップを投げる。 カーブも投げることができるが、大学時代は4から5球しか投げなかったという。先発投手としては、高校時代から試合のどこかで必ず捕まってしまう脆さがある。試合の途中でなぜか崩れると評価されたほか、大学時代にも実績を残せなかった。その一方で、大学3年時からは最速時速155キロメートルのストレートを武器に、救援投手として活躍した。 ストレートについては、藤川球児が引き合いに出されるほどの伸びが、大学時代に見られたほか、早すぎて見えないと言われていた。3年時の東京六大学野球春季リーグ戦では、立教大学との対戦中に、時速 154km を記録。明治神宮野球場で計測された球速の最速タ記録を達成した。ちなみに、東京六大学野球で対戦していた。 明治大学公式野球部では、バズーカと呼ばれるピッチングマシンを打撃練習に活用。選手は、バズーカから繰り出される160時速 170km の高速球で目を鳴らすことで、大石との対戦に備えていたという。しかし、4年時の春季リーグ戦で対戦した際には、自己最速の時速 155km を計測している。 西武一年目の春季キャンプでも、ブルペンで大石の投球を受けた、立川光雄から、津田久しを彷彿させると評価されていた。その年の4月に右肩を痛めてからは、球速が時速140キロメートル台に落ち込んだものの、大学時代に続いて、速球で空振りを奪うスタイルを維持。当時の投手コーチだった、土井義は、早くなくても球筋が独特なので、 打者を詰まらせることができると評価されていた。右肩痛の原因は不明で、セカンドオピニオンを受けても右肩に異常は見られなかったが、実際にはボールを投げるたび右肩の内部に痛みが走るほどにまで症状があった。現役時代の後半には自分の野球人生だから仕方がないと割り切った上で、 キャッチボールの時点で右肩が痛くても痛くないと思って試合で投げていたらあまり気にならなくなったという学生時代には野手としても非凡な才能を発揮していた外野を守っていた高校時代には監督からチームの歴代の外野手では最も上手というお墨付きを得ていた大学でも当時監督を務めていた大竹から 鳥谷隆以上の遊劇手になれると評価。このような評価を背景に、西部の投手として、右肩痛に悩まされていた2014年には、野シ天候の打診を受けていた。性格は、ピッチャーというよりもキャッチャータイプと言われており、中学時代から大学時代にかけて指導した監督は皆、主張が足りない、いい子すぎると共通の見解を示している。性格については、 大学時代のチームメイトだった福井から適当と評されている。あまり考えすぎないタイプだという。また、他のスポーツやらせても何でもできると評されている。早稲田大学時代に福井と同じく投手陣を支えた斎藤からは、西部で現役を引退した直後に大学で出会っていなかったら、そのままプロへ行けたかわからないと10回するほど大きな影響を受けた。 大竹が遊劇手としての起用を想定していた入学前の練習中に故障したことで投手陣とのランニングを余儀なくされたことをきっかけに斉藤の変化球の投げ方を参考にしながらストレートのレベルアップを図った福井に対しては入学直後のオープン戦で時速 150km 台のストレートで立て続けに三振を奪うシーンをスピードガンの計測係として目撃したことから ストレートの威力では立ち打ちできないと悟ったという。ちなみに4年次の秋に迎えた NPB ドラフト会議では大石、斉藤、福井とも別々の球団からドラフト1巡目で指名。斉藤は大石と同じくパシフィックリーグの球団へ入団した。セントラルリーグの広島へ入団していた福井も大石の現役最終年に楽天へ移籍したため、 同年のみ3人ともパシフィックリーグやイースタンリーグでのプレーを経験している。ありがとうございます。